シャフトのしなりでボールを飛ばすコツというね、お話ですけれども、シャフトのしなりの方向は2つあって、これがターゲット方向にしなる、という方向、インパクトで弾くような感覚ですね。もう1個がですね、ターゲット方向の逆方向にしなるという、これは体が止まらない、止まらないことによってクラブが置いていくような、クラブヘッドを置いてきぼりにしてしなる、ターゲットと逆方向にしなるということになります。これがターゲット方向にしなる方向、これが逆方向にしなる方向ですね。この2つの方向にしなるわけですが、それが体の動きと密接にどのように関わっていくかということのお話ですね。基本的に体が止まると、ターゲット方向にしなるということになりますね。ですからトップから、下半身のリードで、これでいきなりまずターゲット方向から、逆方向にしなり、その後に体が止まることで、先端がしなると。ですから一度ブレーキをかけて一気に振ると、そうするとシャフトのしなりの動きがね、まず理解できます。どうでしょう、この先端がここで体が止まることで前の方に行こうとする、ターゲット方向にしなろうとするんですね。そして体がまた止まらないようにしようとすると逆方向にまたしなると、このようなしなりの動きが体の動きとこう密接に関係してくるんですね。で実際ボールを打ってですね、やってみると、まずは体を止める、そういうことによってシャフトの先端をしならせる練習はこれ、体を止めるということですね。今度は体を止めない、これは逆にヘッドが、ね、遅れてくるんでシャフトが逆方向にしなる、止まる方向と止まらない動きと2つを考えることで、シャフトのしなりをどのように作っていくかを練習していくということですね。練習方法はこのように2回止まって3回目で打つというね、ストップ&ゴーっていう練習。このストップ&ゴーで、まず止まるときにはシャフトの先端がしなる、動かすときに逆方向にこう遅れてくるような形になる、この2つを理解して、先端のしなりっていうものをね、体感していくということですね。まあ、どうしてもね、硬いシャフトなので、こういうふうに急停止、急加速していくことで、シャフトにしなりを感じていくと。そうすれば、このシャフトのしなり、先端の動きが理解できるので、やってみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。